はい。まず、ライフサイエンス統合データベースセンターの紹介ですけれども、本日ご紹介ありましたロイスの中でも、一番小さな組織です。情報システム研究機構内に2007年に設立されて、まあ、事務方も含めて約20名の少数で、事業を行っております。で、2016年からはデータサイエンス共同利用基盤施設の中に、入っております。で、中で何やっているかということなんですけれども、藤井機構長の方からご紹介がありました遺伝学研究所の DDBJ 等との連携をはじめとして、ライフサイエンスのデータベース、そこで必要となる技術開発を行っているというような組織になります。で、生命科学のデータベースの特質として、まず古くから自由に使える公共データベースの整備が進んできたということが挙げられます。タンパク質の立体構造のデータベースはもう1971年、私が生まれる前から作り始められておりますし、それから DNA の塩基配列データベース、ジェンバンク、アミノ酸、タンパク質のアミノ酸配列のデータベースなど、もう80年代にはもう、構築が始まっていて、これらがすべて自由に使えるということで、生命情報科学が非常に進展したというありがたい状況にあるなと思っています。ただ、一方で対象としている領域というのは非常に広くて、データベースもそれに合わせて多様なものが開発されてきています。例えば、何万もの生物種におけるゲノム、それからそれぞれの生物種が持っている遺伝子やタンパク質、そのタンパク質が作る代謝物や多様な生体分子があります。で、それぞれについて様々なデータベースが今まで作られてきている。で、さらにその分子の機能とか、相互作用とか、遺伝子の発現とか、ゲノムの変異、それに起因する疾患や、それを治そうとする医薬品や、様々な化合物の情報、そして、膨大な文献情報等々が、蓄積されてきていて、データ量も本当にここ近年は膨大化しています。例えば、ヒトゲノム解読が、まあ、2003年あたりで終わりましたけれども、それ以降もずっと個人医療のためにゲノム解読が進んでいますし、そのためにペタバイト規模の膨大なデータが生産され続けているというのが現状になります。また、論文の方も PubMed っていうデータベースが一番有名ですけれども、そこには、2019年の8月に3万本を超える論文がすでに出載されていて、現在見たところ3500万本を超える論文になってきていて、毎年もう100万本を超えるような論文が、公開されていて、とても人間が読み切れるものではないんですけど、そういう情報を活用するというところがデータベースの、に求められていることかなと思います。で、我々のセンターの名前がライフサイエンス統合データベースセンターということなので、じゃあどういうことを統合して何をすればいいのかということを考えて、きています。で、一つは生命科学データベースが実は数万もあると言われていて、まあ実際数えるだけでも数千は軽くカタログに載ってくるんですけれども、それらの目録を作って、こういう時にはこのデータベースを見ればいいですよねっていうこともしなければいけないですし、そこに含まれている本当の生命科学の膨大な情報をどういうふうに利活用すればいいかっていう技術開発を進めてきました。ただ、ウェブ API とかメタデータを検索するとどういうものがあるかまではわかるんですけど、そこにあるデータそのものを活用するっていうデータサイエンスでやらなければいけない部分っていうのは無理だなということになりまして、ここ10年以上取り組んできているのが生命科学のデータサイエンス化に資するためにはデータベース技術をどういうふうにしていって、データベースをどういうふうに統合していけばいいかということを、取り組んでいます。で、生命科学のデータ自体は、まあ、実体が分子だったり、相互作用だったり、いろんな概念がありますので、構造が複雑です。で、多様化しています。なので、スキーマ定義が柔軟なグラフ構造で統合するのがいいんじゃないかということで、取り組んでまいりました。で、理想的には多種多様なデータベースのデータがそれぞれシームレスにつながっていて、必要な情報は辿っていけると、そういう知識グラフを構築するっていうことがいいんではないかということで、進めてきております。じゃあ、なぜそれぞれの個別のデータベースは一つ一つ十分に有用な情報を持っているんですけど、統合しなければいけないのか、ここがパラダイムとしては結構悩みでもあり、今後の可能性を感じるところなんですけれども、生命科学のそもそもの目的っていうのは、様々な要素がダイナミックに細胞の中や個体の中で相互作用している、その複雑なシステムを理解することであろうと。そのためには、
ゲノムとかトランスクリプトーム、遺伝子発現ですね、それからタンパク質全体像、プロテオーム、糖鎖の収縮等を含むグライコーム、それから反応などを含むリアクトームと、なんとかオームっていうのがゲノムの後いっぱい増えてきて、これらをまとめてマルチオミックスと言ってますけれども、そういう統合解析をするためには、そういう多種多様なデータを統合するってことが必須です。ただ、一つ一つのデータベースは、ちゃんと整備されているんですけど、それらを突合するっていうところは前処理が結構必要で、どのデータがどのデータに対応しているのかっていうことを理解して、研究者が準備していかないと解析に入れない。で、話には、生命情報科学の解析の8割の時間も前処理に費やされているというようなレポートも出ていまして、で、実際私たちも20年来、研究活動の中で、やっぱりそういう部分で時間を無駄にしているというかですね、手間がかかるなということを感じていました。そういう、重荷をできるだけ軽減して、データを統合的に利用できるような環境を作りたいということがミッションになっているかと思っています。はい。で、そのために何を利用するかということをいろいろ議論したんですけれども、今のウェブを成功させたワールドワイドウェブを、インターネットがこんだけ普及する起爆剤になったワールドワイドウェブを作ったティム・バーナーズ・リーさんですね。彼が今までは人間が読むためのデータの、人間が読むためのホームページのウェブだったんだけど、それをコンピューターも読めるようなデータのウェブにしようということで、セマンティックウェブという概念を2001年頃に提唱しています。で、これで全てのデータが表現することができれば、いろんなデータが自動的に紐づいていき、で、しかもその意味がコンピューターにもある程度判別できるようにオントロジーで明示されて、で、ウェブ越しにアクセスできるので誰でも使えるし、データベースとかそういう単位じゃなくて、それを垣根を越えて統合的な検索ができると。自分が持っているデータに関連する情報を地球上のインターネット上のどこにあって何がわかるのかっていうようなことを保管するような、すごく素敵なですね、地球規模のデータのネットワークを作りたいというような、発想でした。で、じゃあ、それはできるんですかっていうところで、実用になるのか大変じゃないですかっていうところがあるんですけど、まあそういうことに取り組んできたという話をこの後していきます。で、あまり技術的に細かいところまで言いませんけど、この知識グラフ RDF の基本的な構図はすごくシンプルで、あるものがあって、それにこういう属性はこういう値を持っていますとか、あるものは他のこういうものにつながっていますということを、主語と述語と目的語の3つで1つの文で書くと。で、それをずっと束ねていくと、ID が同じものは勝手にグラフとして結合されて、すごく大きな知識のグラフができるというような仕組みです。なので、これに乗っ取ることができると、今まで多様なデータベース、データがあると言いましたけど、それらが繋がっていくのではないか。そういうところに期待して、我々はセマンティックウェブ知識グラフ RDF という技術で、データ統合を進めようということでやってきました。で、具体的にどういうことになるのかですけれども、例えばこれ、塩基配列のデータベースです。で、右側にあるのが一つの、塩基配列を説明した一個のエントリーと呼ばれているものなんですけど、これが80年代に最初に作られた頃は2、300しかなくて、全部手入力されてたわけですね。で、人のなんとかっていう、まあ、この場合はヘモグロビンアルファですかね、のメッセンジャー RNA はこういう塩基配列を持っていて、で、それの立体構造はこれだし、タンパク質はこれになりますとか。で、それについて報告された論文はここにあって、誰々が書いたどういうタイトルの論文ですよとか、もちろんこれはヒートから取られましたよとか、そういう細かい情報がきれいに整理されて入っています。で、これが現在約30億以上あるんですね。いろんな生物から取られたいろんな遺伝子等の配列が記録されていて、塩基数、この ATGC って書いてあるところが DNA の塩基ですけれども、それも総計すると20兆以上のすごく大規模なものになっています。で、日本では、遺伝研 DDBJ で運用されていますし、アメリカ NCBI と欧州の EBI で共同運用されていて、まあ、世界3カ所でデータのバックアップも込みで、長年の、維持管理がされていると。で、なんでこれがうまくいってるかというと、論文に DNA の配列を報告するときに、必ずデータベースに登録するっていうことが義務付けられたからで、おかげで、いろんなところに、
再度化されて、このデータはどこに行けばあるんだろうということにならずに済んでいるというのは、この業界のすごく良いところかなと思います。ただ、80年代に作られたものなので、フォートランっぽいというかですね、独自の形式を良くも悪くも続けています。で、この中から欲しい情報だけを取ってこようとすると、一旦これをプログラムで分析して欲しい情報だけ取り出すようなことを皆さん今までずっとしてきてました。で、それをグラフに載せてしまえば、欲しい部分だけ引っ張ってくるということができるなということで、2013年から DDBJ と DBCS、我々の方で知識グラフ化っていうのをこれは取り組んでいます。同じようなことが、タンパク質のアミノ酸配列データベースで一番著名なユニプロットというものがあります。これはスイスの研究所で作られて、世界中の研究者が協力しながら作っているものですけど、現状地球上のすべてのいろんな生物から集められた約3億のタンパク質の情報がこのようにまとめられています。今たまたま左側にお見せしているのは、今回コロナの、時に話題になりましたSARS-CoV-2 のスパイクタンパクが人の細胞表面に結合するときに一番働いていると言われている ACE2 というタンパク質のいろんな情報がまとめられているページですけど、こういうページが3億ページあるわけです。で、それを一個ずつの要素、ここに非常に重要な情報がいっぱい書かれているんだけど、その中でデータ科学として使いたい部分を取り出すっていうためには、このホームページを手で人間がコピペするのは大変なので、右側のようにグラフとして切り刻んでいただいて、そこを検索言語で取ってくるということがやりたい。で、今、この3億のタンパク質に関する情報を約500億の行として書き下されていて、それが知識グラフの形でまとまっている。同じように、そのタンパク質は今度立体構造を作って、ようやく体の中、細胞の中で機能を持つ分子機械となるわけですけれども、PDB というデータベースがあります。これも世界3協力で運用されていて、ね、日本の場合は大阪大学のタンパク質研究所 PDBJ で、維持管理されてますし、あとアメリカの研究所や欧州の研究所と協力しながら、これも運用されています。で、ここにこの PDB のデータベースの中には、実験的に決定された立体構造のデータが集積されています。で、具体的には X 線による結晶構造解析や核磁気共鳴、それから最近はクライオ電子顕微鏡による、構造解析が進められています。で、こうやって集められた、これは正しいと、多分おそらく正しいというような、綺麗な構造データが今20万個この中に入っています。で、もともとアミノ酸配列があったとしても、タンパク質の立体構造は第一原理で計算できるんじゃないかとずっと夢見られてたんですけど、なかなか構造を予測できないっていう時代が続いてたんですが、この20万個の構造を AI で学習して、それで昨日構造未知だったタンパク質でも予測できる時代が去年ぐらいからですかね、ついに訪れました。で、このアルファゴールドっていうディープマインド社が作った深層学習の基盤で、いろんなタンパク質の構造をとにかく片っ端から予測してデータベースにしておけば研究者便利ですよねということで、今ここに約2億のタンパク質の構造を予測されたデータベースっていうのも出てくるようになっています。ここで学べることは、やっぱりきっちりとしたデータがあると、それが機械学習に応用できるということで、どちらも大事なんですね。ちゃんとしたデータをきっちり整備して、それを利用することによって新しいサイエンスを切り開くという両方が、データ利用、データ統合に求められているのかと思います。で、今ご紹介したのは最初の塩基配列の部分と、それからアミノ酸配列、タンパク質の部分と立体構造の部分なんですけど、それ以外にも生命科学を理解するための多種多様な、データが必要で、すでにここに挙げてあるの本当にごく一部なんですけど、著名な生命科学のデータベースになります。で、これらに関しては、諸外国と我々のグループで協力しまして、多くが、もう、ここに載ってるやつは全てですね、知識グラフ化されました。なので、これらは統合的に利用できるのではないかという状況に今なってきていて、このデータを DBCLS の方では RPF ポータルというサービスで公開しています。で、ここには現状約60のデータベースが数千億以上の説明というか、値属性値として記録されていて、これらを活用するっていうことが今から求められているわけです。で、どんどん新しいデータベースを作るのではなくて、ここのグラフの中に新しい実験データを当てはめることによって、自分ではここだけはやってるんだけど、関連するデータがどんどん取れてくるので便利だねっていうようなインフラが作れるっていうところが今後の当面の課題かなと思っています。で、じゃあそういうふうに知識グラフにする、
してで作ったデータベースっていうのはどうやって使うのかということなんですけれども、これ結構難しくて、今までのデータベースシステム、関係データベースだとか SQL で検索できるデータベースとはちょっとパラダイムが違いますから、必要とされる技術も結構違います。まずでも、データベース開発者、アプリケーションを作る人たちは、ウェブ技術には習熟していなければいけないし、データベースシステムも特にグラフに関するデータベースシステムの知識が必要です。それからその維持管理にはサーバーやスパコンやクラウドの管理の知識も必要でしょうし、それをどういうふうに検索してどういうふうなアプリケーションまで持っていくかっていうところに関して本当にフルスタックでいろんな技術を作らなければいけない。で、そこがまあここ10年結構時間がかかったところですね。だからそれを一応やり遂げたつもりでいまして、いろんなデータソースから得られる情報をこの RDF の知識グラフにして、それをスパーフルという検索言語で欲しい部分を取り出していって、でそれから解析に使ったりアプリケーションにして、ウェブサイトで研究者の皆さんに使っていただく。でそこでさらに新しい知識発見ができると、新しいデータができるので、それをまた解析することによってっていうような研究のサイクルが回るようになるといいなと思ってるんですけど、ここに載せられているいろんな技術は DBCLS の方でここ10年かけて開発してきたものになります。で、その実証実験として、まずじゃあゲノムのデータベースってかなり複雑なものになるんですけど、それが動くかどうかっていうことを2013年に検証しました。ティム・バナーズ・リーさんがデータのウェブを使えばいろんなデータが統合できると言ってるので、遺伝子の配列とかアミノ酸、それから、生物種、環境、表現系や媒地、菌株、病原性、こういう多様な情報を統合したゲノムのデータベースっていうのが本当にこの RDF 知識グラフで作れるのかっていうことをやってみました。幸い、ゲノムは一本の紐で、その上に遺伝子が載っていたり、制御領域があったり、そういう構造をしているので、番地が分かっています。で、ここからここには何が載っているっていうことを書き下していって、それで遺伝子とかを記述。で、このゲノムはどの生物種由来ですよと。で、そこにはどういう、その生物はどういう環境に住んでいますよと。そういう多様な情報を統合していくことによって、違う環境に生きている生物たちで、特徴的に違う遺伝子セットは何なのかとか、そういうことができるんじゃないかということで、情報統合のメリットを見ていこうということで進めました。で、当時、今もっと増えてますけど、1万生物種ぐらいで2000万ぐらいの遺伝子が載ったものが作ることができて、まあ結構サクサク動くという余裕だったということが実証できました。さらに、データが切り刻まれてきれいに分かれていることによって、ファセットによる絞り込み検査とか比較ゲノム機能みたいなものが実現できて、まあ、これは、今までのデータベースにはない、もしくは、引けを取らないものが実現できるな、ということを、試したものになります。ちょっと図が小さいですけれども、それぞれの遺伝子についての情報とか、その生物種がどんなところで取られているかといった情報と、それからゲノムブラウザみたいな情報、こういうものがすべて統合できていますし、例えば、脊椎動物と脊索動物で違う遺伝子セットを持っているとしたら、脊椎動物固有の遺伝子ってどういうものがあるんだろうとか、そういうような差分検索みたいなことも実現できますし、まあ、いろいろこれで可能性が広がるなと思いました。一方で、人間のデータというのは非常に多様です。で、それを今度、収載していこう。医科学の情報ともつなげていこうということで、今の統合ゲノムの中から人の部分を取り出していって、そこに医科学のデータをどんどん足し込んでいくことによって、もう一つ別のデータベースが作れないかということで取り組んできているのが、この統合バーというものになります。これは日本人が持っているゲノムの変異。それをすべて統合することによって、海外の人のゲノムと日本人のゲノムで際立って違うところとかないでしょうかと。海外ではこの薬が効くと言われているけど、日本人だとそれは効かないんじゃないかと、そういうこととか、いろんな目的で利用することができるんですけど、一箇所にデータが統合されているメリットがありますよねということで、国内のバリアントの情報を集め、それから多様な医科学のデータベースと統合して、特にお医者さん、県、に使っていただけるようなデータベースを作ってきています。で、具体例としてはですね、これ右側の、まあ、緑の丸が海外のバリアントの例なんですけど、左側の赤いところが日本人。で、日本人、我々の統合バーにしか入っていないバリアントがこんだけまだ残っているっていうことは、まだまだサーチってないので、もっともっと多くの日本人のバリアントを検出し続けてデータベースにしていかないといけないですねってことがわかりますし、海外ではそれほどシビアではないって言われてるけど、日本人にはシビアだったり、逆のようなバリアントも見つかっています。この中には、
日本人はお酒に弱いとか、そういうのに関係するようなバリアとも含まれていますし、まあ、いろいろな情報がありますので、日本人の情報と世界の情報、両方とも活用するということが必要になってきます。ちょっとここは飛ばしてもいいかなと思うんですけど、まあ、遺伝子だとか、ゲノムの領域とかで、そこにどんなバリアントがあるかっていうのを、数億のバリアントの候補の中から絞り込んでいって、で、関連する疾患があるのかとか、そういう情報までたどることができて、まあ、このような形で、検索結果が出るんですけれども、で、ここでバリアントとか遺伝子ごととか疾患ごとに、レポートページにつながっていて、ここにいろんな医科学の情報が統合されてきています。で、この詳細にはちょっと今日は立ち入りませんけれども、一つだけちょっとお話ししておきたいところは、それぞれのですね、この要素、可視化の要素の部分が、実はどなたのページにでも簡単に埋め込めるという、すごいモジュラーな構造の技術開発を利用しています。ウェブページを作ったことがある方でしたら、HTML が多少お読みになれるんじゃないかと思いますけど、2行ずつ書くだけでですね、自分のウェブサイトにその情報を簡単に埋めることができる。今表示されているものの右下にあるインフォボタンを押すと、この左側の HTML をコピーして取ってくることもできるので、それを貼るだけで、自分のページでデータベースの、我々のデータベースの情報を活用することができる。こういう仕組みを、取っているというところが一つ工夫です。で、それをさらに推し進めていくと、今まで作ってきたデータベースっていうのは、表とかグラフの組み合わせが多いなということに気がつきました。で、これをメタスタンダという形で、ノーコード、本当に数行書けばよくて、そこにデータを流し込めば、もう棒グラフが出せますよとか、そういうものを今、開発してきています。で、まあ、そういうものがあるのを前提に、いろんなデータから、データベースから、巨大なグラ、知識グラフの中から欲しいデータを選んできて、これで可視化することによってデータの意味がわかるようなウェブサイトっていうのは簡単に作れるようになってきています。で、今、日本人のバリアントの話をしましたけど、でも、統合データベースってもっといろんなものが入ってて、最初言ってましたよってことですね。で、特に人に関する情報でも、まだまだ、さっきの統合版に入ってないものがいっぱいあります。医薬品とか立体構造の情報とか化学反応の情報だとか、いろんな情報がまだまだ統合できて、これらを俯瞰的に見ることによって何が原因で、どういうメカニズムで疾患が起きているのかっていうことが理解できないかということなどなどを目指してですね、統合 DX、これデジタル、トランスフォーメーションではなくてですね、データエクスプローラーのつもりで作っているんですけど、すごく膨大なデータを俯瞰しながら探索していける、実験ができるような、仮説検証ができるようなデータベースシステムを考えてきました。遺伝子にと一つとっても、どこ、ゲノム上のどこにあるのかとか、どういう種類の分子なのか、どういう遺伝子発現を持っているのか、タンパク質だったらどういう機能を持っているのか、それの立体構造はもう分かっているのかどうか、どういう医薬品と相互作用して、どういう機能が抑制されたり活性化されたりするのかと、そういうさまざまな情報を一目で見るようなものがあったらすごい面白いかなと思って作ったものがこれになります。で、右側にあるのがそのウェブサイトの、イメージなんですけど、この中にいろんなパラメータが指定できるようになっているんですね。で、細胞内の極材で、細胞の膜のところにあるタンパク質だけが見たくて、それが特に肺とか小腸で発現しているタンパク質だけが見たくて、で、立体構造が分かっていて、そこに相互作用するような薬が分かっている。そういうものの一覧に絞り込むことはできますかっていうのをクリックするだけで、取れるようになってます。で、それで選ばれた遺伝子のリストに対して、どういうバリアントが対応しているのかとか、どういう医薬品が対応しているのかっていうような基準をマッピングするっていうような検索条件がこちらになります。で、結果としては、こういう現状、こういう表が取れる形になっているんですけど、132個ですかね、タンパク質が取れてきています。で、これ、コロナを意図した検索クエリになっていて、実際の先ほどリニプロットの時にご紹介した ACE2 っていうタンパク質が、コロナのウイルス、SARS-CoV-2 のスパイクタンパクが結合する部分なんですけど、それもここに含まれていますし、こういう、それが正解として出てきていることはすごくいいことで、また新しい別のパンデミックが起こった時に、創薬の候補から探していくとか、そういうところにも使えるんじゃないかと。さらには、ここの表の中にいろんな、科学的なデータが入っていれば、さらにデータ科学ができるんじゃないかと。なんか、ここら辺をデータ統合の現状、発展させる基盤として使っていきたいなということで、開発を進めているものになります。
で、じゃあデータサイエンスもう少し進めるために生命科学でどういうデータベースを作っていけばいいのかなんですけど、今まではデータを統合してきて検索するっていうところがすごくメインです。でも検索結果を解析に使えるようにするっていうフェーズの引き上げが今必要かなと思っていて、多くの機械学習とか解析はデータフレーム、表に対しての解析です。だからそこの表に十分な情報がリッチに入っていれば、何と何がこう楽にしてとか、何と何が本当に関係しているメカニズムを理解するために必要なパラメータだったんだ。そういうことがわかるはずなので、膨大な知識グラフから解析に使えるようなデータを取ってくるっていうところが、まあ、やりたいところですね。で、あとは機械学習の応用では、いろんな、事例がそこから生まれてくると思っています。実際、タンパク質の立体構造ではアルファコールドみたいな立体構造予測ができるような時代になってますし、じゃあグラフから何もできないってことはないですよねっていうことに期待しているところです。ただ一方で膨大なデータが、我々のサーバーにしかないと使いにくいので、そこから、欲しい部分だけを取り出してくれるような技術開発だとか、ここの部分は、どこどこの研究室の方が得意だから、そこは担当してほしいな。そういう国際連携も進めたいなと思ってますし、やはり、最初にお話したように3000万本も論文が出てますから、そこに入っていて、まだデータベースに入ってないような知識をいかにそこで活用するかっていうテキストマイニングの部分も必要です。最終的には自分の研究データとデータベースや文献になる記事のデータを照らし合わせることによって新しい発見ができるデータサイエンスが実現できるような技術基盤を作りたくて、で、私たちが作っている技術っていうのはすごくジェネリックな仕組みで作られているので、生命科学以外、人文科学と他の分野でも応用していただけるんじゃないかと思っていますので、ぜひロイスの他の組織の先生方とも連携させていただければなと思っています。はい。で、最後なんですけど、例えばじゃあ、どういうことができたらいいのかですけど、今、こういうゲノム変異を持っている人は、こういう疾患になりやすいっていう傾向が見えています。ということはわかるんですが、なんでそれが起こるのかっていうことまで、発現情報とか立体構造の情報とかまで理解した上で、解き明かすことができれば、投薬、それから治療とかに結びつくようなことがわかるわけで、本当に、抵抗だけではなくて、生命システムのメカニズムをこういうデータ統合によって解き明かすということができるようなデータ統合と、それをインフラとして提供するような技術開発が DBCLS の方から提供できればいいなと思っていて、ちょうど先週ありました日本人類遺伝学会の大会でも、それで基本に立ち戻ろうというようなスローガンで行われていました。非常にいいことかなと思っています。で、そういうところに貢献できるような技術開発や、データの提供などを今後も進められたらなと思っております。はい、どうもご清聴ありがとうございます。